マリバールキッチンです。また、って言っちゃった。試写会に、行くのが遅れてしまうことが続いているので、無編集クソ動画を撮っているおかげで、試写会を逃さないようにしないといけないと思います。さて、ベジブロス、スープですけれども、今日の具材は、ふんわり油揚げと、ブロッコリーと、この沈んでいるのは、さつまいもです。で、よく、和風なんだか洋風なんだかよくわからないんですけども、味付けは、ワインですね。酸化防止剤、まあ、天下のワイン。で、日本酒の方がいいのかなと思ったんですけども、これは無添加甘酒を使った、砂糖を使ってないというケチャップですね。なかなか面白いものですね。で、あと胡椒、レインボーペッパー、そして、いつもの、ここに出し忘れた、小値賀半島の塩ですね。そして、ふんわり油揚げですけれども、これが実は、賞味期限が1日で切れておりますけれども、なのでこの端っこのこの辺がちょっと硬くなっていますが、まあ大丈夫なんじゃないですかね。このブロッコリーもですね、ちょっと色が悪くなってますけれども、悪くなってから冷凍したというね。すいません。じゃあこれで作ります。